唐津市ニュースの時間になりました。はじめに本日のニュース項目です。令和2年唐津市成人式を1月11日に浜玉、旧良木、大地、北畑、七山の5会場で、12日に唐津会場で開催し、市全体で1115人の新成人が大人の仲間入りをしました。このうち11日に開催した北畑地区の成人式には、29人が出席しました。はじめに有栖田北畑市民センター長が式辞を述べ、新成人の門出を祝い、石崎俊二唐津市議会副議長が祝辞を述べました。新成人一人一人の自己紹介では、近況報告や今後の目標など、人生の門出を迎えた気持ちを発表し、会場から温かい拍手が送られていました。新成人を代表し、中尾海人さんが、豊かな社会の実現に貢献できるようなエンジニアになるために日々精進していきたいと、平野桃花さんが、北畑というふるさとを自分たちの誇りとして心に刻み、後輩の手本になるような社会人を目指しますと、それぞれ青春メッセージを述べました。最後に加藤春樹さんが、皆様からいただいた教訓を胸に、大人としての自覚を持ち、責任ある社会人として歩んでいく覚悟ですと謝辞を述べ、式典を締めくくりました。また、12日に市民会館で開催した唐津会場には、656人が出席しました。式典では、峰達郎唐津市長が式辞を述べ、新成人の門出を祝い、田中秀和唐津市議会議長が新成人の新たな一歩を祝福しました。新成人を代表し、東江圭介さんが、いつの時代も人とのつながりや出会いが大切です。出会いに感謝し、今まで出会った人たちの教えを、後輩や子どもたちに伝えていきたいと思いますと、下川翔子さんが、今後は令和の意味するごとく、希望に満ち溢れた新しい時代を、一人一人が自分の行動に責任を持ち、社会に貢献できるよう歩んでいきたいと思いますと、決意を表しました。最後に、松本由衣さんと、新田真由さんが交通安全宣言を行い、成人式は終了しました。令和2年唐津市成人式の模様は、2月3日から9日まで、市内全会場をダイジェストで放送する予定です。放送時間は番組表でご確認ください。また、2月3日から、YouTube の唐津市公式チャンネルでも配信する予定です。日本の伝統文化を楽しむ第20回佐賀県100人一首大会が1月13日、加賀美の東部少年武道館などで開催され、子どもたちが熱戦を繰り広げました。大会には市内外の園児から高校生までおよそ280人が参加しました。東部少年武道館で行われた開会式では、佐賀県100人一首大会実行委員会の村山照明委員長が、日頃の練習の成果を発揮して頑張ってくださいと挨拶し、代表の児童2人が力強く選手宣誓を行いました。100人一首の伝統を大切に受け継ぎ、全力を出し切って正々堂々と競い合うことを誓います。競技の前に
佐賀県カルタ協会による競技カルタの模範試技が披露されると、子どもたちは畳の上の格闘技と呼ばれる競技カルタの素早さに見入っていました。佐賀県百人一首大会は、日本の伝統文化に親しむことで青少年の豊かな心を育もうと、佐賀県百人一首大会実行委員会がこの時期に毎年開催しているものです。試合会場には読み手が歌を読み上げる声とともに、選手が素早く手を伸ばし札を取る音が響き、選手は1枚でも多く札を取ろうと真剣な表情で競技に臨んでいました。勝って嬉しかったです。悔しかったけど楽しかったです。私今5年生だから、勝てるか分かんなかったけど、決勝トーナメントまで行けたから良かったです。ニュースをお伝えしました。続いて唐津市からのお知らせです。唐津市からのお知らせです。税の申告に必要な書類を郵送します。税申告時まで大切に保管してください。まずは公的年金等の源泉徴収票についてのお知らせです。公的年金等の源泉徴収票は、令和元年中に支払われた年金額や源泉徴収された所得税額などをお知らせするものです。この源泉徴収票が1月中旬から下旬にかけて日本年金機構から郵送されますので、税申告時まで大切に保管してください。続いて、後期高齢者医療保険料と介護保険料の納付額通知書についてのお知らせです。令和元年中に後期高齢者医療保険料と介護保険料を納付書や口座振替などで納めた人に納付額通知書を1月下旬に郵送します。所得税と市・県民税の社会保険料控除額の証明として税申告時に利用してください。納付書や口座振替で納めた人、障害年金や遺族年金からの天引きで納めた人が対象です。保険料を老齢年金などから天引きで納めた人は、日本年金機構などから送付される源泉徴収票を利用してください。早めに納付額通知書が必要な人は、後期高齢者医療保険料の分は保険年金課か各市民センター総務福祉課の窓口で、介護保険料の分は高齢者支援課か各市民センター総務福祉課の窓口で受け取ることができます。受け取りの際には、窓口に保険証、申請者の印鑑、運転免許証など本人確認ができるものをお持ちください。別世帯の人が代理で申請する場合は委任状が必要です。公的年金等の源泉徴収票について詳しくは、日本年金機構唐津年金事務所電話 72-5161 までお問い合わせください。後期高齢者医療保険料について詳しくは、保険年金課電話 72-9123、 介護保険料について詳しくは、高齢者支援課電話 70-0101、 または各市民センター総務福祉課までお問い合わせください。納付額通知書は1月下旬に郵送しますので、税申告時まで大切に保管してください。よろしくお願いします。以上、唐津市からのお知らせでした。
令和2年唐津市消防出初め式を1月12日、唐津駅前のシンボルロードや市民会館で行い、唐津市消防団9師団の消防団員や消防関係者が、地域の防火・防災への決意を新たにしました。出初め式では初めに、唐津市消防団の田久保朝義団長と坂口消防長が、峰達郎唐津市長に人員報告を行いました。このあと、峰市長と来賓が整列した各師団の団員を観閲しました。出初め式には9師団の消防団員をはじめ、消防本部消防署の職員などおよそ1000人が参加し、団員たちが軽快なラッパ水槽に足並みを揃え、堂々と分列行進を行ったほか、消防署車両隊、消防団車両を披露しました。このあと市民会館で式典を行い、峰市長が、団員の皆さんには今後も地域を守るため、地域の防災リーダーとして一体的な消防防災活動に努めていただきたいと告示し、田久保団長が、近年は災害も多様化し、消防団活動も幅広くなっています。日頃から有事に備えて訓練に励んでくださいと訓示しました。市長表彰では、昨年神奈川県横浜市で開催された第24回全国女性消防総合大会で準優勝した女性消防隊に消防功労賞が、消防活動や人命救助など消防業務に協力した人に峰市長から感謝状が手渡されました。また来賓の田中秀和唐津市議会議長が団員たちの労をねぎらった後、全員で火の用心参照を行い、式典は終了しました。式典終了後、市役所前の肥後堀では9師団による一斉放水が行われ、団員たちは地域の安全を守る決意を新たにしていました。唐津市消防団大津師団に大正時代から受け継がれている新春恒例の放水競技、河原落とし競技大会が1月12日、大津中学校グラウンドで行われました。大会には午前中の出初め式を終えた唐津市消防団大津師団の団員225人が集まりました。競技を前に、大津師団の梶山義人師団長が、この大会は大津師団の伝統競技で実戦を想定した競技です。日頃の訓練の成果を発揮して優勝を目指してくださいと訓示しました。この後、各部対抗の放水競技、河原落としが始まり、20チームが出場しました。競技は1チーム9人編成で、3チームが同時にスタートし、80メートル先にあるポンプと貯水槽を目指します。そこから5本のホースを延長し、7メートルの高さに吊るされた河原に放水して落とすまでのタイムを競います。大津師団の河原落とし競技大会は、大正時代に行われていた提灯落としから引き継がれている伝統行事で、今回で74回を数えます。競技の結果、分団では中央分団が、部では平山分団第15部の平山下が2年連続で優勝を飾りました。ニュースをお伝えしました。毎週水曜日は市内の風景などをご覧いただいています。今回は1月2日に行われた
金山流空手カンネの会による寒稽古の様子をご覧ください。1、2、3、はい。よし、もう一回、もう一回だけ。はい。技術会。よし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 。よちょっとビビっとるけんな。打ち抜けよ。えい。優勝できるように頑張ります。勉強と空手を頑張ります。住民の生の声を聞き、地域の課題やニーズを把握するため、峰達郎唐津市長が各市民センターで執務を行う第6回ふれあい市長室を1月15日、鎮西市民センターで開きました。ふれあい市長室は、各市民センターに市長室を移して、峰達郎唐津市長が地域のさまざまな課題や潜在的なニーズについて市民と意見を交わし、その声を市政に反映させようと企画したものです。第6回となるこの日は、鎮西市民センターで開き、参加者からは、旧打ち上げ中学校を地域活動で利用したいが、消防設備の更新はどうなっているかや、夜間幹線道路沿いで暗い場所があるが、
街灯の設置はできないだろうかなどの意見が出されました。ふれあい市長室は、議会が開かれる月を除き、月1回程度の開催を予定していて、次回は1月30日木曜日に、肥前市民センターで開催する予定です。ニュースをお伝えしました。続いて、唐津市消費生活センターからのお知らせです。子どものオンラインゲーム課金による高額請求についての相談が寄せられています。はじめは無料と思っていても、気がついたらお金を使ってしまっていたというのが原因です。ほとんどのゲーム会社は、未成年が有料サービスを利用する場合、上限金額を設けています。ところが、未成年であっても、年齢を成年と偽って登録して利用した場合、上限を超えた契約を取り消すことが難しくなります。例えば、オンラインゲームの登録の際に成年と偽って登録をして有料アイテムをこっそり親のクレジットカードで購入。少ない金額だから大丈夫だろうと思って毎日次々と購入した。1ヶ月後、クレジットカード会社から高額な請求を受けてしまったという内容です。クレジットカードは契約者以外が使用することはできません。被害に遭わないために次のことを気をつけてください。親子でゲームについて確認し話し合いましょう。スマートフォンやゲーム機やゲームの仕組みを確認し、有料か無料か、有料ならば何が有料なのか再確認しましょう。フィルタリングやペアレンタルコントロール機能を活用し、安全に利用しましょう。困ったことがあったら、一人で悩まず、すぐに相談しましょう。平日は、唐津市役所本庁1階の唐津市消費生活センターで相談に応じています。電話番号は 73-0999。相談受付時間は午前8時30分から午後5時15分までです。土曜、日曜、祝日に相談したいときは、ナビダイヤル、局番なし188、いやや、または佐賀県消費生活センター、電話0952-24-0999までご相談ください。相談時間は午前9時から午後5時までです。警察への相談は唐津警察署、電話 72-2101、 佐賀県警察本部警察相談室の電話番号はシャープ9110、または0952-26-9110です。七山地区と旧良木地区の中山間地域農業を考える農業発展熱段階アット七山パート2が1月16日、七山市民センターで開かれました。この熱段階は、中山間地域の農業を将来にわたり維持・発展させるため、若い農業経営者や行政担当者が意見を交わす機会を設けようと、昨年から佐賀県東松浦農業改良普及センターが開いているものです。会では今後の安定した農業経営の在り方や
人口減少に伴う労働力不足などの課題解決策をテーマに参加者が意見を交わしました。このうち安定した経営を目指した新しい品目の導入の可能性について、旧良木町で花農家をしている小松大作さんが耕作放棄地を活用したユーカリ栽培について発表しました。小松さんは冠婚葬祭やフラワーアレンジメント教室などで需要が広がっているユーカリに注目し、導入経費や品種、管理方法などを紹介しました。参加者からはどんなところに出荷しているのかや鳥獣被害はあるのかなどの質問が投げかけられ、活発に意見を交わしていました。次回は8月の開催を予定していて、これからの中山間地域の農業のあるべき姿についてさらに意見を交わしていきます。続いて来週放送する番組のご案内です。20日から26日までの特集番組は、第10回唐津市青少年意見発表大会を放送します。市内の小中学生16人が日頃感じていることや将来の夢などを発表します。放送開始時間は午後1時30分、午後8時30分です。20日から26日までの特集番組の再放送は、唐津学教室唐津の歴史を旅する3、松良の中世社会の成立と展開の舞台を歩くを放送します。講師は田島隆太さんです。放送開始時間は午後4時30分、深夜1時30分です。20日から26日までのおすすめ番組は、2015年10月に放送した第2回おもてなしセミナー in 唐津、呼子の歴史とニューツーリズムの取り組みを放送します。放送開始時間は午前9時30分です。20日から26日までの各課からのお知らせはニコニコネットを放送します。今回もカラワンくんと一緒に子育て情報満載でお届けします。放送開始時間は午前6時30分、午前8時30分、午前11時30分、午後3時30分、午後6時30分、午後11時30分です。チャンネル唐津では、できるだけ多くの人に見ていただけるよう各番組を再放送しています。放送時間は市報唐津や市のホームページでも確認できます。ぜひご覧ください。また図書館では過去の特集番組の DVD を無料で貸し出しています。見逃した特集番組やもう一度見たい特集番組がありましたら、ぜひ利用してください。詳しくは近代図書館と大地図書館にお問い合わせください。唐津市ニュースをお伝えしました。それではこれで失礼します。